ャンネル。こんにちは。今日はどうしましょうか。今日はですね。はい。リンリンリリン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 。はい。リンリン。あれ、なんか音程違うんだ。リンリンリリン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 。はい。そうです。今日はそれです。電話ですね。はい。電話の話です。はい。なんやねん電話っていうのがあるんですけど。そうですね。プロ野球界にはゴールデンタイムっていう時間があるんですよ。はい、電話に対してへこの時間がやっぱりあの一番気が気じゃないっていうか、はい、電話が鳴るとドキッとするゴールデンタイムっていうのがあるんですけど、はい、あのこれはあの1軍と2軍との差で結構違いがあるんですけど、うん、2軍選手の場合、はい、夜の10時から11時の間があの電話のゴールデンタイムって言われてるんですよ。2軍ですか。ああ2軍の選手は、はい、だからこの10時から11時の間に電波のつながらないところにいたらもうそいつはやばいですよ。へー、もう昔とかね県外とか結構あったんですよね、はい、なんかその、うん、ガラケーもしくはなんかねもうピューピューみたいな、はい、もうあの最初の携帯の時で結構県外地下入った県外とか、はい、県外のところ結構ありましたけど、うんうん、あのもうその時はもう10時から11時はゴールデンタイムだから、はい、県外のところに行っちゃダメっていう。へー、もういたやつはもう終わりですね。え、飲みに行ったりしてないんですか。飲みに行ったとしてもそう電波の通じるところにいなきゃいけないです。だから電波の問題か、はあ、はい、電波の通じるところにいなきゃいけないっていうところで、はい、この10時から11時がゴールなんでその10時から11時がゴールデンタイムかっていうと、はい、2軍のマネージャーから10時から11時の間に電話がかかってきたら、はい、1軍昇格なんですよ。ああ、昇格の連絡って大体電話で夜なんですね。そうですね。だからその1軍の試合がナイターじゃないですか、はい、で要は6時から9時とか9時半、はい、もしくは10時とか、うん、まあそれぐらいに終わってますよね、はい、でそれぐらいに試合って終わるじゃないですか、はい、試合終わってから入れ替えの話とかがコーチ会議とかであったりとか、まあ、もしくは試合中にあるパターンもあるんですけど、はい、あの遠征先とかだと、うん、でも基本的には試合終わってからその1軍のもうあいつちょっと2軍落とそうかみたいな、はい、で上げてくるのどうしようかみたいな感じで話し合って、はい、そこから決まって1軍のマネージャーから2軍のマネージャーに行って、はい、2軍のマネージャーから2軍の選手に通達が来るんで、はい、大体10時から11時ぐらいがその入れ替えのゴールデンタイムなんですよ、はい、へー、じゃあ本当にそこ電話取れないとあれですね。取れないとバタバタしますね。捕まんないみたいな、はい、で下手してもうずっと捕まんなかったら選手変わりますよね。あ、もう繋がんないからじゃあもうこっちにしとこうかみたいな。そう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 、はい、もう繋がらなかったからね、だから入れ替えできないんで、はい、だからその10時から11時はもうこうなドキッとしますからね。マネージャー、あっ昇格かなって言って。え、でもあれですか、やっぱ嬉しい気持ちしかないですよね。そうそうそう。でもしロッテの場合だと、はい、そっから浦和に荷物を取りに行かなきゃいけないんですよ、はい、あ、そっか、はい、まあ、もしくは、うん、あのもし次が本拠地、うん、はい、もしくは西武ドームだった場合は、そう2軍のマネージャーとか用具係が、はい、そう荷物をマリンとかに運んでくれるんで、はい、自分一人で行けばいいですけど、はい、もし遠征先だと、はい、明日大阪行ってくれと、あ、明日福岡、はい、札幌と、うん、仙台ってなってくると、うん、荷物を自分で持っていかなきゃいけないんですよ、はい、だからもう浦和に夜その時間が電話かかってきたら、もうすぐ浦和に車で荷物を取りに行って、はい、いる荷物を、はい、でいらない荷物はそのマリに運んでくれるんですけど、取りに行って持って帰ってきて、それを持って次の日朝移動です、はい、そうです。新幹線乗ったりとか。僕なんか船橋に住んでる時は、はい、それあの大阪移動だったんですよ。へー、その次の日明日から京セラみたいな、はい、行ってくれみたいな、うん、だからバットですね、はい、バットケース、はい、で、うん、あの野球のバッグ、はい、キャッチャー道具、はい、キャッチャーだから、うん、でスーツケース、はい、自分の身のバッグ、はい、持って行ったっす。え、一人で全部持って新幹線乗るんですか。はい、うわー、すごい。だからもうあのだから新幹線まで行くまでに、はい、まあ、総武線で行くじゃないですか、はい、もうグリーン券買って、はい、総武快速の通路に立ってるパターンです。へえ、だって朝の総武線なんですよ、ラッシュだから。そんなアホみたいに荷物持って乗ってこられてやばいでしょ。いや、周りもなんだこの人邪魔だなってなりますよね。乗れないじゃないですか、はい、だからグリーン席の、うん、券を買って総武快速の、はい、で席座れないから、はい、あの通路でずっと立ってて。へー、キャッチャーってエグいですよ。バット、野球のボストンバッグ、キャッチャー道具、いや、もう5つぐらいあるってことですね。そうそう、バットここで肩かけて、はい、であの野球 のボストンバッグでっかいやつ肩かけて、うん、でキャッチャー道具で手で持って、うん、でスーツケースゴロゴロ押すみたいな、はい、で自分のなんかちょっと小さいバッグも肩かけてみたいな、はい、もう本当移動だけで疲れますね。
ますね。めっちゃ疲れるっすよ。でそんで新幹線乗るのも全部荷物とか置いてふーみたいな、はい、でまあね新大阪着いたらそこからタクシーだから、はい、で要はね家からもタクシーで東京駅行けよって思うかもしれないですけど、そんな高い金払えないですか、日本のね、うん、時に、うん、それもきつかったですね。新幹線はグリーン車なんですか。はい、1軍はね、はい、あ1軍と2軍 の, あの違いって動画ここにあるんで、はい、あのそれでねあの1軍のと2軍のどんなタイプが違うかぜひ見てください、ね、えその1軍にじゃ昇格しますってなってもう乗るときはじゃグリーン乗れるってことですか。乗れます乗れます。その交通費は出るんですよね。出ます出ます。あ最高ですね、グリーンで行けるのは。だからその電話がね、はい、10時から11時が、ゴールデンタイムですよね。なるほど。それはもう聞き逃せれないですよ。いい電話ですね。はい、でもこれじゃあ1軍の場合どうなるんですか。1軍の場合は、はい、あの試合終わって、はい、まあ、30分以内が、はい、あのデスコールですね。逆パターンです。やっぱ電話で来るんですか。まあ、もしロッテの場合マリンでいる球場、本拠地の球場でいると、はい、直接言われます。ああのまずね試合終わって、はい、まあ、数十分以内にマネージャーから佐藤コーチ室行ってとか、おあのなんとかコーチが呼んでるから行ってって言われたらもう終わりです。二軍落ちです。うわ、え違う話のことはないんですか。まあ、9割方ないですね。あだってまあ大体あ明日から誰それ復帰するらしいよとか、うん、ってなったら誰この2、3日中に誰か落ちるなって大体なるんで、あその状況があってのそれだから、はい、まあもう絶対落ちるっていう。あそうなんですね、はい、うわー、まあ、そうだからそれ僕両方経験したことありますけど、はい、もうそれはでもこれ経験したことない選手なんてほとんどいないんじゃないですか、まあ、もうだからあと怪我以外で2軍に落ちない人は経験しないですね、はいはい、まあそうですね。だから僕も1軍にずっといて怪我で2軍落ちたパターンっていうのは、はい、怪我したから2軍落ちするから、まあ、それは必然じゃないですか。で1軍上がるときは何日ぐらいから行けそうって言って相談しながらやるから、はい、あここは行けそうですね、じゃあこの時上がろうみたいな感じでそれ調整していくんで、はい、コールとかじゃないんですよ。もうその時間来たら上がるだけなんで。そっか。だからもうじゃあルーキーから本当にずっと活躍してる選手とかっていうのはそういうのを一回も経験しないでいる人もいるんですね。ですね、不調で2軍に落ちがない限りは大丈夫、はい、そうなんです。そうですね。それはもうだってあと遠征先だと、はい、ホテル帰ってきて15分か10分以内に電話が鳴ったら部屋のデスコールです、はいはい、部屋の電話に来るんですか。あ、まあ、あの僕らの時だったね、はい、だから今だともし携帯知ってたら携帯にかかってくるかもわかんないですけど、はい、あの担当のコーチから、はい、もしくはマネージャーから一軍電話かかってくるんですよ、うん、部屋とか電話に、はい、ちょっと来てくれとかちょなんとかコーチの部屋行ってって言って行くんですか。明日からあの2軍に行ってもらうからって言われるんですよ。もうその一言なんですか。そう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 、はい、わかりましたで終わりなんですか。はい、なんでなんですかって言って、いやいや、結果残してないからって言われて終わりじゃないですか。そうですね。で、そうなったら、僕はあの、はい、大阪から帰ったことあるんですけど、はい、あの帰りは、だからその日は休みになるんですよ、はい、移動で帰るだけなんで、うんうん、で、あのもうグリーン車ですけど、帰りももうグリーン乗れるんですか。帰りはね、はい、乗れるんですけど、はい、もうあの寂しい気境です。そうです。何考えてるんですか、そういう時。はぁ、明日から日本か、待遇が全然違いますしね、うん、で次の日の何時から、うん、僕の時は読売ランドの試合だったんで、はい、読売ランド何時に集合で、うん、で日本のマネージャーから電話かかってくるんですよ。へえ、いや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 、だから電話一つでも天国と地獄があるっていう。そうですね、うん、だから一軍にいても、うん、あのホテル帰ってきて15分以内にかかったらもう、はい、最終通達です。まあでも2軍にいる限りは電話で悪いことってそんなないですね。2軍にいてで悪い電話ないです。ないですよね。1軍にいていい電話はないです、はい、そうですよね。なんか私すごい記憶にあるのは、まあ、仙台の球場で取材してた時にあれ練習日だったのかな、その2軍落ちを言い渡された選手が廊下をすっごいこうもう気落ちした感じ、もう誰とも目合わせられないみたいな感じでこう歩いてったのを見たことがあって、うん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 、それってどういうことだったんだろうと思って、記者とかも誰も話しかけられなくて。だからね、本当に一番やめてあげてほしいのは、はい、決まってんだったら早く言ってやるよっていうね。あだからあの練習させてから言うパターンあるんですよ。あ、そういうこともあるの。落ちの時に、はい、前日の夜言っときゃいいのに、はい、次の日一軍で練習させて、うん、で練習終わりぐらいに登録抹消するからみたいな。あ、それ
それかもしれない。試合前に多分いなくなった感じだったのかな。それあるんですよ。だからもう最初から言ってやるよみたいな、はい、かわいそうにっていうパターンもあるんですよ。であとは、はい、僕が経験したのだと3時に登録の、はい、その通達の締め切りがあるんですよ、はい、NPB に、ね、だから3時までに誰が落ちるとか、うん、誰が上がるっていうのは NPB に通達しなきゃいけないんですよね、はい、登録の関係上、うん、15時だからナイターだと15時がもう目安なんですよ、はい、でそしたら出たらリリースされるから、はい、メディアに出るんですよね、はい、通達される前に選手が全員知ってるっていうねおい何だお前抹消なあえ言われてないですけどえ持ってんでみたいなそんなこともあるんですね。それはもう本当最悪っす。いやそうですね、そういうパターンもだから練習終わってから言おうと思ってたら、はい、大体3時ぐらいから練習始まるじゃないですか、はい、チームの、うん、ホームチームって、はい、だから終わってから4時とか4時過ぎに言おうかなと思ったらもう発表されてるんで、はい、もうバカですよね。いやもうだって記者も大体3時過ぎになってくると、うん、今日のあ誰上がってきてるねとか、うん、あれ一軍にいないのに今日一軍の練習にいるとか、うん、登録されあってことが今日のその発表であ登録されたんだとか、うん、そうそうね、するので。でも誰か来てる時あるじゃないですか、はい、誰か来てたら誰か絶対落ちるんですよ。そうですね。でえ来てるけどえ登録なん今日から、ああなんか登録やからって言われました。え誰落ちるのえどうなんやろなっつってでみんなあれからネット見るじゃないですか、はい、あこいつなんかあ落ちんの知らないですえみたいなまだ言われてないですみたいな。マジ地獄、ね、そういうのもマジあるんですけど、そういうのマジ地獄っすよね。いやそういうのもやっぱりなんか記者の方とかって大体練習終わりにすごい選手に話しかけたりとかするんですけど、それを分かってると話しかけられなくて、うん、誰にも話しかけられないでこう廊下をもう下向いて歩いていく姿っていうのがすごい焼き付いてて、あなんか辛いなと思った覚えがありますもん。まだでも、うん、この電話は、はい、まあ、2軍落ちとか1軍上がりじゃないですか、はい、デスコールまだあるんですよ。あるんですか、はい、はい。シーズン終わってある時期にマネージャーから電話がかかってきたらですえ、それってマネージャーから来るんですか。はい、マネージャーか球団管理とか、はい、本部長ぐらいとかが来るところもありますけど、それはチームによって違うと思いますけど、はい、うん、電話がかかってきて、あのこれ聞いた話だって分かんないですけど、はい、あの明日事務所に来てくれるとか、はい、って言われたらもうそれクビです。それいつ頃なんですか時期。あの占領下になる時期って決まってるんで、はい、だからその時期です、はい、そのなんか日本シリーズ前とか。そうです、ね、シーズン終わって何週間とか多分その期間があるんですよね、第1位、はい、第2次って。で第2次は多分ドラフト後ですよね、はい、だからその期間にあの電話が鳴ったら最終デスコールです。そのちょっと自分でも今年危ないかもと思ってる選手は本当に怖いでしょうね。だからもし第1次で生き残ったとしても、はい、第2次のドラフトの取った取らない同じポジションどうだったかによってクビかクビじゃないか決まるんで、そのドラフトも注視ですよね。いやそうですね、だってこの選手もし取れてなかったら自分がなんかいた、いられたかもしれないっていうね。そう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 、入ってきたらやめなきゃいけないんで。いますしね、最終デスコールはそれですね。はい、要はね、はい、マネージャーから電話がかかってきたらね、どこが電話じゃないですよ1軍だけですね。そうそうそう、ね、シーズン中の2軍の選手の10時から1位の間がもうエンジェルコールなだけ で、はい、そうですね、もうそれ以外マネージャーから電話かかってきたらもう電話ですよ。もうろくな電話じゃないですよ本当に。そうですね。いやでも佐藤さんはいいじゃないですか、その一番のデスコールを味わわずに自分で引退決められたわけですからね。まあまあそうですけどね、だからあの最終だから脳内デスコールがなったんですよね。終わりでーすって自分から来た。そうそうそう、自分から来ました終わりですって。いや自分で決められるのいいことですよ。だからね、はい、あのまだ今年もねどんな入れ替わりがあるかも分かんないですけど、はい、まあ、皆さんのね、はい、電話のコールはね、はい、エンジェルですかデスですか